わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は機械の寿命を延ばす研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部機械工学科、里永範明教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ？私は設備診断技術を有効に活用した設備保全の仕組み作りについて研究をしています。例えば生産を行う上で欠かせないのが機械やプロセスを安全安定に操業するための装置の数々です。しかし構成部品は人間の体と同じように寿命あるいは偶発的な異常により故障や破損をしてしまうことがあります。異常現象をいち早く検知する技術、言い換えれば異常を発生させないための設備の管理技術を研究しています。ふむふむ、具体的にはどんな研究をしておるんじゃ？先ほどご紹介したように人間は生を受けて残念ではありますが必ず死を迎えます。こちらの線図は横軸を時間、縦軸を故障率という形で示したバスタフ曲線といいます。これは年齢とともに体調の不良を表す関係とよく似ています。人間の体に例えると健康診断をするときに心電図、血液検査などいろいろな検査により診断をします。そのような診断方法の原理を機械設備も全く同じような考え方で置き換えて設備の健康診断を行うということで予寿命を評価することができます。また病気に至る前の状態のことを人間では未病と言いますが機械でも同様に故障をさせないための処方箋を考える技術の開発について研究をしています。信号波形の形から不具合の場所を特定したり異常の大きさから限界を見極めるような技術になります。いわゆるマシンドクターの役割です。寿命を延ばすこととして設備の安全安定に動かすためには修道部分の潤滑状態がポイントとなります。省エネルギーを目指して低粘度でありながらクッション性の良い潤滑油について接触部分の潤滑状況や流動メカニズムを観察しながら性能を評価しています。設備診断といってきちっと動いているかどうかというものを電気的なもしくは振動のような波形、信号波形をこうデータに取り込むことでそれをちょっと難しいものになりますけどそんな症状をこう見ると心臓の波形を 見ると今度はそれがどこが問題があるかというのをこう分析するというふうな技術が昔からありますけどもそれがどれだけいいのか悪いのかというものを数学的に評価するというふうな方法が以前から研究はされてた分野ではあるんですけどなかなか実践化されてませんのでそこら辺を社会に適用できるような分野を今広げようとしているところです。里永教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ？私の研究は生産技術の実践に近い研究で卒業生の多くがものづくりの最先端企業で活躍しています。社会に貢献する技術者の育成と生産技術として安全安心を保障できる研究を進めていきます。また皆さん方は油は石油からできているとお思いかもしれません。実は植物や石炭からも潤滑油は作られています。昨今の社会情勢が不安な世の中においては安全保障の観点からもまた劣化やが緩やかであるとか低温の流動性が優れているなど物性の優位性から原料の多様化ということも期待されています。私も原料由来の異なる潤滑油の開発などに力を入れています。崇城大学工学部機械工学科の活躍がますます楽しみじゃ。